はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もチェロ級ハイグレードプレイしていきます。さあ今回はですね、制限レース走っていきたいなと思うんですけど、制限レースのあれですね、あれにリベンジがしたい、グライダーレース、グライダーダイブか。うん、ということで、ね、ちょっとパーツを買おうかなと。結構お金も貯まってきたんで、これかな。あ、出た、勇者のエンジン。まあ上級レースではこれ使わないんですけど、多分強すぎると思うんで、今回ね、やっぱりあのグライダーダイブを成功させたいということで、これ買いたいなと思います。よし、あとはいいかな、売り切れって。うん、あとは大丈夫ですね、あれに関係あるものはないと。 あとですね、カスタムで、コメント欄の方にですね、このスペシャルチョロッキューのレーシングカラーあるのか的な、見たいです的な感じかなのコメントいただいたんで、ちょっと僕も気になったんでやってみたいなと。ペイントできんのかな。ショップでペイント無理かな。どうなんだろう、ペイントはある。お、あ、マジで、あ、そこそこか。あ、そうなんだ。あ、正直ないと思ってたんですけど、あるんですね。あー、リッチかなこれリッチか。え、レーシングカラーは、あ、マジで明らかレーシングカラーだけ気合入ってない。あ、そっか、でもやられないけどね、2500はちょっと痛いから今できないけど、いや、いいですよね。あー、ちゃんとやってくれてんだ、ゲイが細かい。あー、そっか、いや、知らなかった、これは。さすが、チョロ Q。よくやってるな。じゃあ、カスタムで。こいつにもグライダーとかつけれんのかな？あ、つけられないんだ。じゃあ、ダメ。あと、これだな。これと、これで、これも、戻して、うん、でどれだったっけ、これだな。よし、これでいけるんじゃないですか。いけるでしょこれだったらむしろ無理だったら何なのって感じになるけどな。よし、制限レースじゃないな、パーツ制限かな過ぎてたか。これですね、グライダーダイブ。いやー、もう行きたいよ。お、このエンジンは。お、330。あ、楽勝っぽい。え、は、マジで？マジで？マジっすか？ってことは？バックすんのかな？バックってどうやるんだったっけな？あ、これか。あ、穴だった。あ、違う。あ、これで落とすのか。あ、こういうことか。こういうことじゃない？あ、すいません、違いました全然違いました。あ、でもちょっとバックしてガツンと、もうそれか最後のあれを使うしかないな。バックして、どうだお前ら、どうだこの作戦、どうだお前ら。どういうことだよ、ほんと。いや、できるんかい、お前らは。うわ、すげえな、あいつ。使っててもいったな。
マジか。もう最終奥義使うしかない。よし、最終奥義教えてもらった。あれ、あ、ミスった、ミスった、あ、ミスったわでもこっからなんか滑っていけんじゃないと思ったけど、あ、いけた。マジで、マジでこの方法で思ってたのと全然違うけど。あ、いけたかいけてしまったか。あ、そうですか、そうっすか。全然嬉しくないよ。ちょっともう一回だけ。いや、このグライダーが開く瞬間にポーズを押すと、こうするとなんか飛距離が伸びると、な、なになに、あ、一瞬なんかバグってた。教えてもらったんですけど、マジで本当だ、全然いけた。一瞬ブレーキかかったんですけど、かけてしまったんですけど、あ、すげえ、すげえ小技、裏技。いや、ありがとうございます。あ、これでもうなんか納得したな二度とやらねえこれ、腹立つわあんだけ装備揃えてそれかいって言いたいけど、ここら辺もやっていこうかな。スキー、これがよくわからないんだよな、持ってないし。あ、これやろう、これやろう。よし、装備整えてきたんでやりましょうか。ドレスアップ、あ、ドリームパークのロングのコース走っちゃう。あ、マジで。あ、これやめとこうかな、これ上級の時の楽しみなんだよ君にそれを奪われたくないっていう。こっちかな。あ、ショートコースか、ショートコースだったら OK え、300ゴールド。まあボディのためにやるって感じかな。このエンジンだとあのダートトライアルミニも勝てるんじゃないかな。うわ、速い、350速いよ。最高速度は上がってないと思うんですけど。うわ、あー、さすがのエンジン。ここはどうするかな、練習にもなるロングコースの。どうだろう、かなり差ついてるのかな。うわ、で、これですね、これがあるとないと。あ、高すぎる、高すぎる高すぎるな、スピードが速すぎて飛びすぎてしまっている。よし、ここ曲がって、で、偽のゴールがあって、なにこれピット、なんだ今の。あ、今のミスがあっても結構差がついてるってことは、やっぱりエンジンが強すぎるかな。うわ、強い強い、コーヒーカップ、ここが動くんだよな。久しぶりのドリームコースな気がするけど、ドリームパークかうわ、ここ最初、一番最初負けたのここだったっけな、全然ダメだったんだよな、このグライダーをつけてなくて。今は大丈夫と。これどうにかならないかな。よし、大丈夫そうですね。ここでつまらなければ。あ、やっぱピットなのか、頭下げた。で、こっちと。なるほど、ピットの場所も覚えておかないと。多分ロングコースでも同じだと思う、ピットの場所は。うわ、あ、ゴミ収集車かわして、かわせてない、よし、かわして回るか、回って回って。うわ、うわ、300キロ出てるもんな。300キロであのカーブはやばいよ。右の方行っておくか。
うわすごい曲がる。よしで、こっち行って、で、ここはスピード落とし気味に行った方がいいのかなってことでもないか。難しいな。結構直角カーブなんで、あ、タイムがどんどん遅くなっていてるどういうこと。さてさて、300か。あハイグレードっていうのビッグフットジョーの車かな、今の。なんかそんな感じがしたけれど、あとこれだな、オフロードのダートトライアルミニ、オフロードにどうに変えてこよう。よし行きましょうか。多分勝てるよな。300っていうのが7賞金3000とかだったらやる気がするんだけど、名誉のために戦うって感じか。さていくらパーツが良くても腕が悪いと負けるよ。まずい、これはまずい、これはまずいぞまずい、本当にまずい。これで負けたらもう勝てないでしょうよ。いやでも敵もこれぐらいの装備なんだな多分。うわあ水か、これは、うわやばい、これはまずいこれはなんかここでいいとこ見せたいよな。見せられないんだよなここは。ちょっとやり直すか。いやちょっとここは行きたいよ。エンジンとかじゃないな、腕の問題だな甘かったか考えが。これは結構メリハリの効いた走りをしないと、思い切っても曲がっていった方がいいのか。うわこっちダメだ、こっちコンクリだ、まずいな。一瞬でもミスると、これはもう奥どうだ、3位か、死守したい、これは宇宙を渡りたい。まずコンクリゾーンに、まあ今までではだいぶマシな方なんだけど、まずいな、どんどん順位落としていってる。今のはいい感じだった、ただここが良くないな。ここは素直に、うわなんとか抜けねえ抜けねえ。30、こんだけ頑張って30、いやこれはまだだな。これ一番難しいんじゃないのこのコース、ラスボスだなこれ。どうしよう、他のあれ走っていくか、パーツ制限走りたいな。これかな、スプラッシュ、スプラッシュかな。よしパーツ変えてきたんでいけるかな。300か、低いな。なんだなんだ、え、何の音何の音すか、どうだろう、ん、
なんかチョロ Q マリンボート的な。あ、勝てるんじゃないか。普通にパーツで勝てるんじゃないか。普通に勝つんじゃない。あ、3周あるよ。3周いる ?300 でしょ、どうせ。そう考えたら、グライダーダイブは、良心的だな。普通に勝つんじゃない。楽勝してるよ。めちゃくちゃ強いよ、このパーツ。あ、マジで。潜るとかないよ。普通に勝てるんだけど。そりゃそうだよな。勇者のエンジンって、かなり強いもんな。お?魚ちゃんで?魚ちゃんで?お?あ、普通に勝ちそう。一周遅れもできないか。クリーンがいないのかな?なんだこれ。まあ、ボディを楽しみにするか。特に、何の変哲もないもんな。とりあえず作りました的な。うん。結構レアな BGM ではあるかもしれない。よし。あれ、ぶつかった先とあんまり変わらないな、タイムが。何なのその音。あー、300。おー、これは結構いいかも。この車は好きだな。よし。じゃあ今回はこんなところかな。グライダーダイブも勝てたし。ただね、ここは勝てなかったんですよね。多分今のパーツでも勝てると思うんですけど、もうちょっと練習したいと。ここは無理かな。いや、難しい。難しいですね、ここ。なんでこんな難しいんだ、ここだけ。はい。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。